クロスフェイスのニューアルバム ARK から迷うんサルベーションのミュージックビデオが公開された。アボリジニのディジュリドなどがアクセントとして使用されるなど、民族的なエッセンスとプリミティブで堅牢なリズムセクション、明瞭なギターサウンドが印象的なこの楽曲には、救済は誰かに施してもらうものではなく、自分自身こそが唯一の救済であるという誇りと強さが現れており、映像にも自らを鼓舞するような意志を感じさせられるものとなっている。なお、2025年2月1日から2日に幕張メッセにて開催されるクロスフェイス史上最大規模のワンマンアワーフェイスウィルネバーダイと初の主催フェスティバルハイパープラネット2025のオフィシャル催促先行の受付が開始された。他の日本のどのフェスでも見られない景色を俺たちと一緒に見ましょう。2025年2月1日と2日、絶対に開けておいてください。よろしくお願いします。ホイエ、ボーカル、ワンマン&主催フェスティバル2025年2月1日、土曜日デイ1ワンマンショー、アワーフェイスウィルネバーダイ2025年2月2日、日曜日デイ2フェスティバル、ハイパープラネット2025場所、幕張メッセ 7.8 ホールチケット券種、価格から1デイ、スタンディング12,800円、1デーシーテッド14,800円、2デーズスタンディング20,000円、21のワンマン公演との2日通し券となります。オフィシャル催促先行期間8、16金曜日18時9、1日曜日23時59分。